サンプラザ・イトマン地図、サンプラザ・イトマンは、沖縄県イトマン市金具スクにある商業施設。1987年に、当時の第一政党の敷地の一部を利用し、ホームセンターとして開店。その後、小南政党への合併で、旧第一政党での創業停止となり、2000年に現在の大規模のショッピングモールへ拡大。その後、ホームセンター金、ね、 日では大手ホームセンターのカインズとのフランチャイズ契約でカインズサンプラザイトマン店となり医療品店のマルエーサンプラザイトマン店はマルエーの経営破綻により千葉県に本社を置く三キの参加として沖縄産機マルエーを設立し産機マルエーサンプラザイトマン店となったホームセンター時代からのサンプラザイトマンの建物は2017年に解体され 跡地には、ご飯ところかつ、洋が進出した。またこれとは別に、サンプラザイトマンと隣接する形で、ロッテリアイトマン店が1984年に開店したが、2017年に閉店。跡地には、コメコーヒー店が、翌年2018年進出し、沖縄初出店としてオープンした。2019年には、セブンイレブンが、 沖縄進出と同時にオープンした店舗の1店舗としてサンプラザ、糸満内にオープンした。ありがとうございます。